おこしやす三条名店街。今回はいつも忙しいファーストキッチンさんに伺いました。さあ早速お話を伺いましょう。お話を伺いますのは店長の山岡邦人さんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はいはい、こちらのお店は外国の方もよく利用されるかなと思うんですが、そうですね、いかがでしょうか、この春、忙しいんじゃないですか。忙しいですね。外国人の方もたくさん来られて、いろんな外国人さんのメニューも用意してるんですけど。そうなんですか、はい、例えばどういうものですか。全部英語表記のメニュー。英語表記、通常のメニューはあんな感じなんですけど、はい、英語表記のメニュー、英語表記のメニューがあるそうです。はい、やっぱり京都はおもてなしという意味では英語表記絶対的に必要ですね。そうですね、はい、こんな感じですね。あ、いいですね、はい、やっぱりこう、まあ、見ただけで分かるものですけども、はい、やはり英語でちゃんとシュリンプがどうとか書いてある方が、ビーフ、チキン、ね、書いてある方が親切ですね、はい、そうですね、分かっていただきやすいので、はい、こちらの方そうですか、はい、説明しやすいですね。はい、そうですね、はい、春らんまんの4月なんですけれども、はい、どうでしょうか、おすすめのメニューありますでしょうか。おすすめのメニューはこちらの、ナスとベーコンとフーパスタで、もう一つ生ハムとアスパラのレモンクリーム、こちら2品が新商品になっています。はい、それはやはりこの春という季節感を表して、アスパラ美味しいですよね。そうですね、春の野菜でさっぱりしてて食べやすいと思います。今そうですか、はい、やはりお野菜がたくさんあるっていうのがこの春ですよね。春ですね、女性の方にも好評、ね、好評でね、はい、はい、そして女性といえばデザート欠かせませんよね、はい、デザートこれ美味しそうですね。こちらは去年の秋から新発売しているバッチわらび餅の黒蜜クリームなんですけれども、とあとお黒蜜人材なんですけど、こちら暖かくなってきて、もうちょっと今爆発的に売れて器が足りなくなるぐらい、そうなんな感じです、はい、すごいですね、器が足りないぐらいよく売れるという、はい、抹茶クリームぜんざいは、はい、これは340円です、はい、あとハンバーガーなんかもいろいろありますよね。そうですね、今はベーコン、おすすめベーコンエッグバーガーと、あと新しいバリエーションとしてアスパラを使ったラーメンのベーコンエッグバーガー、はいはい、そうですか、はい、わかりました。やはりベーコンエッグバーガーは変わらぬ人気ということですね。そうですね、一番人気です、ね、そうですか、はい、わかりました、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。